さてさて、神聖ウパルパ帝国。先日、ネットにびっくりするような記事が出ていました。それがこれ。なんと、ウーパールーパーは4歳で老化が停止するって。ナショナルジオグラフィックという雑誌からの記事みたいで、念のため概要欄にアドレスを貼っておきますね。ちょっと難しいことも書いてありますが、要は驚異の再生能力を持つウーパールーパーはどうやら4歳で老化が停止するらしいとのこと。この老化を止められるということは、ウーパールーパーが持つ驚異的な再生能力が関係しているのではないかと考えているようです。そしてこれを研究することで人の再生医療に応用することが期待されるということになります。実はこのチャンネルで以前ウーパールーパーに関するマニアックな情報7選というものをアップしたことがあるんですが、その中の7つ目でウーパールーパーのゲノムの塩基対の数は人の10倍以上ということをお話ししていて、人ゲノムの塩基対の数約30億に対してウーパールーパーのそれは約320億で、これはどうやらウーパールーパーの脅威の再生能力と絡んでいるらしいとお伝えしていました。その動画も貼っておきますので、よろしかったらご覧ください。その動画でも触れていますが、あまりにも巨大なゲノムなのでなかなか研究が進んでいないということもお伝えしていました。でもやはりウーパールーパーの再生能力に興味を持つ研究者の方がいて、それが最初にお伝えしたような記事につながっているんでしょうね。自分自身は当然何の研究もしていませんが、こうやってウーパールーパーの研究が少しずつでも日の目を見てくると、なんとなく誇らしい気持ちになるのはなぜなんでしょうね。こんな風に微力ながらウーパールーパーの地位向上のための動画も多少はアップしていますので、よろしかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。おしまい。